はい、皆さんこんにちは、むけんです。じゃあね、ちょっと寝る前なんですけど、ドラクエ6ね、続きやっていきたいと思います。前回はね、ヘルクラウド城が落ちてきてね、そこでボコボコにやられたということでね、攻殻機動隊を見ながらね、1時間ほどレベル上げをしました。レベル上げっていうよりもね、職業がね、全部一応上級職にしました。バトルマスター2に、賢者に、あとはバーバラも賢者か。まあ回復ね、助かるんで、この辺と、あとは魔法戦士と、まあこの辺、こいつはピエールは商人かということで、上級職に変えたんでね、これでヘルクラウド城をやっつけに行きたいと思います。まあ前回の反省でね、ただただ弱かったと、ちょっと上級職の方がいいんじゃないのかとか、あとあったんですけど、まあ皆さん覚えてますよね、ここね、パチャパチャパチャとここね、ずらして上に行くと。これもう一回やんないといけないんだ。覚えてねえし覚えてねえし、マジか、これもう一回やるんだ。ちょっと忘れたな。前回の動画ちょっと見てみます。少々お待ちください。はい、ではね、あとこの一箇所だけなんで、これですね。はい、揃いました。ちょっと動画見ながらね、前回の。まあ、成功パターン見て。それで、実際ね、やってみました。恥ずかしながらね。はい、じゃあ、まあ、負けたらね、また最初からここでやるという感じですね。じゃあ、城が落ちてくるんでね。今回はね、ボス討伐、その辺まで行きたいと思います。まあ、せっかくなんでね、倒したいですよね。まあ、その後の話はね、覚えてっかな。もう覚えてないっすね。ボス。ね。魔界とか、その、魔界の前になんかいろいろあんのか。覚えてねえな。はい、じゃあ、とりあえず目の前のボス倒していきましょうかね。はい、じゃあ、ヘルクラウド。これね、作戦でね、一応命令させるようにしましょうか。どんな特技を覚えたんだろう。一応、ルカーニが聞きましたね。覚えたのは爆裂剣でしたね。一応、防具もね、悪くないのは買ってきたと思うんですけど、何しよっかな。この辺かな。スクルト、物理攻撃なんで、スクルト。あと、激しい炎とかあったっけ？ひたすら物理攻撃だった気もするけど、主人公もバックレス剣覚えたんかな。マジ針、魔法はしない方がいいですね。あとは、爆裂剣ありますね。じゃあ、主人公も爆裂剣。二人で爆裂剣しましょう。で、スクルトはもう多分大丈夫なんで、何してきたっけ、あと。もういいや、とりあえず防御にしておきましょう。ね、危ないんでね。一応、二人とも同じぐらいの攻撃力ですね。レベル32まで上げたんで、スクルト2発入ってるといい感じですね。さすがに、これでいける感じかな。物理だったと思うんで、相手の攻撃。これで200、200の400食らわせてるんで、400の2回だから、ね、かなりいいっすね。物理で、スクルトしか入れると。まあ、1時間、のね、レベル上げたてじゃないですね。じゃあ、スクルト更新と、防御。ちょうど、まだ上がりますね。はい、じゃあ、これで400ってでかいですね。1万ぐらいだと思うんですよね。HP そんなないか。ああ、こういう時に、あれがあると楽ですね。あ、魔人斬り。間違えた。爆裂と、ミレイユ防御で、チャモロがゲント。ミレイユ。オッケー。まあ、これで時間の問題ですね、物理なんで。あ、真空波があった。焦ったな。さすがに。ベホマラー覚えてたっけ？ベホマラー多分覚えてないんですよね。
多分僧侶、賢者が覚えるんで、もうコツコツやるしかないですね、回復。はい、ちょっとチャムロが心配ですけど、真空ハクラって耐えれるかな。そっちの方が先だったな。OK、物理なんで大丈夫でしょう。間に合いましたね。OK、OK。まあ、ここは勝てそうな気がしますね。一応、ベホマンしましょうか。ゲントで。あれ？ミレイの方が遅いんだ。もう、まだか。これはまた一発で死ぬなぁ、減ってたら。爆裂剣と。この二人も完璧、回復ですね。剣と、自分と。オッケーオッケー、回復しましたね。これでいけると思うんですけど、そろそろルカニが切れそうですね、相手のね。おっしゃー、まあ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 。物理で抑えたんで、こんなもんですね。はい、じゃあヘルクラード城着きました。お城なんですけど、魔物の城と。キキ、お前ら何者だ、城の中まで入ってこれとはただ者ではない。かといって我らが仲間のようにも見えないしってことで、今から戦おうとしたらね、待てと。デュラン様。皆さんね、もうデュラン。どうですかね、ドラクエ10のユーザーさん、ね、半分ぐらい見てるかもしれないですけど、デュランでね、まあ、6やってない人はね、ここでね、見るかもしれないですけど、こんな感じなんですよね、デュラン。結構ね、いいやつっていうかね、まあ、敵のね、ここの主みたいなやつなんですけど、割とね、いいやつなんですよ、ね。はい。お、なんか、口よしや、残念だってことか。ここはクラウド城。え？クラウド城。城の世界を束ねるゼニス王の城。あ、そうなんだ、もともと。しかし邪悪なるノーノーラによってゼニス王を封印され、この城また、もともとゼニス王だった、ゼニスの城だったんですね。残念だと。あれ取れるのかな、雫。ないか。はい、じゃあ、こういうのが多分、まあ、ゼニス王というか、ここ天空城っぽいっすね。なんかね。これがあるのはなんか、いかにもって感じですね。まあ、調べてしゃあないか。今までね、調べなかったんで、まあ、この辺は、やめておきましょう。はい、じゃあ、まあ、ボス戦かな。おお、可愛らしいですね、なんかね、SR も。一応、あれあるかな。MP とか大丈夫かな。強さ見てるしゃあないか。まあ、行きましょうか、そのままね。一応、セーブはまだいっか。じゃあ、これで。基本、葉っぱとかね、落ちてるわけじゃないですね。はい。夢の世界にあって、この城は夢の世界にあって、本当は封印しなきゃいけなかったんだ。そうなんだ。もともとこれは夢の世界あって封印しなきゃいけないもので、下界に持ってきたと。ユラン様って本当頭いいよねってことで。あー、これ下に落ちる感じなんだ。今、ルーラーストーンはゲットかな？ないっすね。ってことは、ここに必ず来ないといけないですね。よし。行きましょうか。ちょっとね、一応ね、デュランの目安レベルっていうのは30ぐらいなんですよね。なので、私32なんで、まあ割と余裕を持ってね、ではいるんですけど、まあちょっと足りなくね、3連戦きついか。どうだろう、いけるかな。おー、来ました。どうですかね、このバランスの。子供みたいな感じですね、頭が大きくて、ね。はい、じゃあ今からね、ボス3連戦。まあね、ドラクエシリーズのラストボス、ゾーマの前の3連戦であったりね、3っていう数字がね、割と好きなんですけど、今回ね、初戦目は、まあ、ああ、しまった、そうだ。あれ先に行くの焦った。グリンガムの鞭とか。
しまった。こっちに最初来ちゃったな。こっからでも逃げ出すわけにはいかんしな。もしこれで、まあ、レベル32なんで負けちゃうとね、しゃあないですけど、まあ、負けないかな。はい、じゃあ、ボス行きましょうか。じゃあ、ディランスね。はい。よろしくお願いします。ディラン戦。初にお目にかかる。我が名はディラン。このヘルクラウジョ城、の主だ。方法確かに伝説の4つの武器を持っており、敵ながら見事なものよ。こういうね、敬意を払うとこがね、なんか他のボスと違うんですよね。デュラン、この世界中に散らばる伝説の武具、そういう全てを集め、この城へと導かれる資格を得る人間がいたとしたら、そのものは必ずや魔族にとって厄介な存在となるであろう。ならばそうならぬうちにその目を摘み取っておこうと、起こして待っていたのだが、方法もみけんと申すか。正直言って私は嬉しいぞ。よもや全ての武具を集められる人間などいるはずもないと思っていたからな。その実力どれほどのものか。血が騒ぐわ。いでよ我がしもべたちよ。はい、じゃあ今からね、割と強い、キラーマジンガと、ランドアーマーか。この2匹とね、戦いたいと思います。はい、じゃあ、基本戦い方は、まあ前と一緒でいいかな。主人公ルカにね、どっち先に倒した方がいいかな。まあね、攻撃力、単体攻撃が結構キラーマジンガきついんで、あとランドアーマー、ランドアーマーの、あれなんですけど、まあキラーマジンガって、僕入れる、あれでも使ってるんですけど、HP があんまりね、高くないんですよね。なので、こっちから行きましょう。で、ていうか、前回くらいしてくれよかったな。ミレイユスクルト行きましょうか。スクルト。で、こっちは回復で、ベホマにしましょうね。MP、そうでもないですね。あー、じゃあ、かばうんだ。おー、死ぬ。めっちゃ強い。あれ、スクルトは、あれは効かないんだ。もう爆裂でバンバン行きましょうか。ここから、爆裂と。で、あー、そっかそっか。爆裂だと、あれか。どっち攻撃するかわかんないですもんね。ハヤブサギにしよう。で、聖剣好き。それしかないんでね、今んとこ。で、ベホマ。自分と。で、道具でゲントで、主人公。おー、間に合った。二ターン攻撃やば。やばいっすね。やばいっす。素早さがそっか、早いんだ。これきついなぁ。どうすっか。これきついなぁ。魔人斬り。はやぶさ斬り。爆裂剣。まあ、聖剣好きで。あ、飛び膝。いや、でも空中浮いてるっつっても、いけるかな。飛び膝、キラマジンガ狙おうか。若干浮いてますしね。ベホマで、やばいなあ。あれ取ってないかも。ギリベホマ行け。よし、間に合った。あ、しょぼ。ダメだ。地に足ついてると思った方がいいですね。こっちはまあハヤブサでいっか。で、聖剣好きだ。呪文と。あ、スクルトだ。スクルトしないときついな、これ。スクルト。いやー、これかなりきついな、戦い方。ねえ、負けてるんで、意外とこれ効くな。おっしゃー、結構早く倒せましたね。カバーするんでちょっと面倒なんですけど、それでもこっちを先に落とした方が火力的にきつかったですもんね。あとはこっちは爆裂2人で。まあ、初戦なんでね。あとレベルも超えてるんで、目標レベルは。MP 残しときましょう、こっちは。一応スクルトだけ。スクルト。だけかけときましょうか。
で、チャムロに関してはベフマ。よし、これで OK。 いい感じ、いい感じ。ちょっと落ちなかったのが良かったな。ギリギリで一桁で 何回か残り、2、3回残ってましたもんね。かなり助かった、あれ。オッケーオッケー。いやー、ほっとした。初戦。いや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 。2戦目はちょっと休憩みたいなもんかな。2戦目はね。はい。テリーがしもべになってた。紹介しよう。この私に魂を捧げし、伝説の最強の男、テリーだ。ねえ、魂を捧げたってことは負けたのかな？テリーどうなってこうなったんですかね。ね、おなじみのテリー。爆裂剣。雷鳴の剣なんで、範囲攻撃も考えた方がいいですね。あとはスクルトをしっかり入れていきましょう。スクルト。ライン行きましょうか。スクルト。もう多分雷鳴の剣なんで、範囲技もね、してくるとは思うんですけど、つうか、ベホマーラ覚えてないのに痛いな。真空切りか。ああ、大丈夫だ。やっぱ休憩って、なんかね、休憩な感じがしたんですね、昔やってて。2戦目が簡単じゃんと思ってね。1戦目もそうでもなかったかな。簡単だったっていうイメージはあったんですけど、今回結構手こずりましたもんね。まあ僕の甘さかもしれないですけど。あとは、一応、ゲント使っときましょう。はい、満タンにして、テリーが、足休めみたいなもんで、ね、よし、準備万端。OK、これは効かんぞ。リレーがちょっと効いたか。やっぱね、HP 低いんですよね、二人がね。こればっかは仕方ないかな。まあ、賢者っつってもね、HP が高いわけじゃないんで、ウカニって覚えてたっけ？ラインやったら防御しとくか。ゲント。っていうか、デュランってどんな攻撃したっけ？覚えてねえな。ね、ミスっても、残り3発残ってるんでね、結構こういうの嬉しいっすよね。はい、じゃあまあ同じ戦い方にはね、ちょっとなっちゃうんですけど、一匹に爆裂剣っていうのがいいっすね。最初の奴らだとちょっと分散してきつかったんですけど、これはね、テリーは一匹なんでね。一回で200か。200、200の400か。まあ早く行けば、まあ10ターン以内には行けるかな。まあ10ターンも行かないか。ゲント。作るとね、しっかり効いてるんで、割とやりやすいですね。そろそろ倒せるとは思うんですけど、感覚的に。まだか。サミダリケン、やっぱ範囲技の物理めっちゃしてきますね。一ターンっていうのが助かるわ。爆裂剣。爆裂剣。なんか百裂、さっきまで、ねえ、さっきまでっていうか、今日昼間に息子と、妖怪ウォッチ見たんで、百裂肉球を思い出しました。じゃあ、ハッサンで、ケント。で、ミレイ。まあ若干ですけどね、もう、デュラン前にね、こんな感じで、ちょっと回復しとかないと、多分、あと1、2ターンなんですよね。あれ、まだか。感覚的にもう終わってもいい頃なんですけど。防御。よっしゃ。あ、ルカハンしてくるんだ。一ターンだけかでも、それが助かるな。さっき2匹いたんで、2発ぐらいあってもおかしくなかったですけどね。まだか。結構長いな。そろそろ、終わってくれ。おぉ、雷鳴の剣来た。この辺でか。よし。いやーちょっと最後食らっちゃったなぁ。はい、こうでなくては。ということで、お前を倒すのは私のようだ。だがその前に、おぉ、全回復した。
弱ってる馬たちと戦ってもね、この辺がねデュランいいやつなんですよ。いや、ドラクエ10でねデュランでいきなり、4将校と戦ってねデュランだった人はね、まあこういうね割といいやつだっていうのを覚えておいてください。ちなみにデュランなんですけどね、やっぱ、今までのこの初戦2戦目にテリーまで比べたら、ね、若干強くなってる感じですね。まあ特徴がね、ムーンサルトっていうのをねなんか覚えてますね。ムーンサルトやからしてきたなと。はい、じゃあまあちょっとねバイキルトとか覚えてないんで、まあひたすらねバイキルトこの辺ね魔法戦士入れてやってたらいいんですけど、まあ基本ねちょっと面倒なんですけど、まあ先ほどまでとね同じような戦法でね行きましょうか。じゃあまあ規定じゃないスクルトで、まあ HP ね回復、 MP も回復してくれるんだ。ね、この状態でバッチリなんだ。おーおーおー、一発目のスクルトが意味なくなった。あ、ランダムか。今のムーンサルト？何だった？あんま効いてねえな。4発で、40の4発、160。162回だから、320か、一旦320食らわせてる感じか。まあ、ベホマ。この辺はまあ、ゲントでこまめにやっていきましょう。いつね、大ダメージ食らうかわかんないんで。ちょっと火力が足りんな主人公。300ぐらいか一旦。これは15ターンぐらいかかりそうですね。その間に倒れなきゃいいですけどね。そうそう、あれ装備してないんですよね、星ウルーでは。あの動画ではね星ウルーではゲットしてるんですけど、構えたし、オッケーオッケー、なんとか耐えた。あれなんですよね。僕、前も言いましたけど、やり直ししたんで、ちょっとデータの、勝手に消えちゃった関係で。だからね、持ってないんですよね。その辺がちょっと痛いんですけど、ハッサン。あとは、スクルト行きましょう。よし、OK。物理が多いですね、こう見るとね。ムーンサルト。これも物理。よかったよかった。一ターンの時すげえ助かりますね、デュランね。まあ、やっぱ基本スクルトって感じですね、デュランはね。デュランでね、すげえ手こずったっていう記憶はぶっちゃけないですね。なんか、うわ、強えっていうのはね、あんまないかな、印象として。どうですかね、皆さん。ますかね、デュランが勝てなかった。3連戦は割ときついんでね、その記憶はあるんですけど、こいつのにそんなに苦労した記憶はないですね。いいやつだなっていうのは覚えてるんですけど、はい、じゃあまあこれコツコツねやるしかないですね。スクルトもう一発いけるかな。こんなもんかな。かまいたち、かまいたちが割と効くな。やっぱスピードが速いんですね。うん、だからその辺で先取られてるんで、星ウルーで上がればね、これ星ウルーでは必須ですね。先にね取っといた方がいいですね。あとね、さっきも言いましたけど、あれキラーマジンガーのあの倉庫行くの忘れてましたね。うん、ここに来てキラーマジンガーと戦うことをイメージした時に思い出しました、ね。そういえばあったと思って。あとは星ウルーではもう、あーっとマジか。ねえ、一発普通に食らうと40、50ぐらいを3発分なんで結構重たいですね。スクルート必須ですね、もうね。
ミレイユ回復すぐして、ミレイユ食らっちゃうときついな、これ。ミレイユで、ミレイユスクルトにしよう。スクルト。チャモロが、ベホマ。あの、もうギリ。ああ、危ねギリ。さっきからギリに助けられてますね。やっぱ星降りは必須かなって改めて思いますね。取ってないですね、多分、この、こっちじゃ。忘れてたな。呪文でベホマ。これ間に合うかな。間に合わなかったらきついな、ぶっちゃけ。お、終わった。チャモロ終わった。へぇ。やっぱ、先手取られてるときついな。一応葉っぱあるんで葉っぱの方使いましょうか。まあ、もったいないとか言わずにね。こればっかは仕方ないんで、今使わなきゃね、いつ使うのって感じなんで、ラビフォーマーで自分とミレイ持て、よっしゃー、危ねー、よっしゃよっしゃー、なんとか元に戻しましたね。もうあと3ターンぐらいで倒せるとは思うんですけど、どんなもんですかね。ベホマで、ハッサンで、スクルトがねやっぱ入ってないんですよね。スクルト、ハッサン、ベホマなんで OK と。 OKOK、お前たち、OK、お前たちが100か。おっしゃー、倒したー。33上がったかな？ハッサンが33ですね。はい、というわけでね、無事ね、倒すことができた、できましたね。ほんとよかったわ。大変これ倒せなかったら。ビショップ、あ、今覚えたんだ、バイキルト。ちょっと遅かったな。はい、見事だ。完全に私の負けだってことで。だがまだ終わりではない。私は強いものが好きだ。だからお前たちに教えよう。武道ジャミルスグルコス、そして私、デュランは、大魔王様のしもべに過ぎぬ。四将校。これ、プラス武道ジャミラスグラコス。あとあれですね。もう皆さんご存知だ。その4人。四将校と、で、その上にデスタムーアがいる。デスタムーア来るんじゃない？あ、ゾーマとかデスタムーアとかドラクエテーマだ来てないですもんね、ゾーマだ。バラモスとか来てますけどね。そのうち出るかもしれないですけど。あんまね、魔王系はまだ来てないですよね、ドラクエテーマ。まあ、10年間続くサービスなんで、後半にね、3年目以降に。ドレアムの方が先に来ましたもんね。よし、じゃあ無事ね。クリアってことで、はい、じゃあテリーなんとかなんのかな。待て、俺をこのまましていく気か。そうっすね。くそ、いつだってこうだ。こっちが助けてほしい時には誰も手を貸してくれないくせに邪魔だけはされる。肝心な時に俺は強くなりたかった。強くなれるなら相手がまずくだろうがなんだろうが構わんかったんだ。さあ殺せ、殺すがいい。生かしておいたらきっとあんたらを殺すことになる。今のうちに息の根を止めておけ。待って。もう完全に声優みたいなんだ。お願い待って。やっぱりそうだわ、テリー。私がわかる？ふん、誰だか知らないが、あんたは気安くテリーなんて呼ばれ筋合いないね。そうね、普通なら忘れてしまってもおかしくないほど時間も経って、忘れていてもおかしくないほどいろんなことがあったわね。でもあなただって覚えているはず。ガンディーノの町のことや人々のこと、そして私のこと。まさか。ミレイユ？ミレイユ姉さん？ああ、テリー。姉さん。姉さん、こんなに近くにいたのに気づかなかったのに。いいえ、テリー。何があなたを、何度かあなたを目にしていても声をかけられなかった私が悪いの。
姉さん、あの時俺に今の半分でも力があったら姉さんを守ることができたのに。いいの、もういいの、テリー。それより聞いて、テリー。あなたの力を必要としているのは私、今はもう私じゃない。あなたがこれまで掴んだ力をこれから世界のために使ってほしいの。テリー、私たちの仲間になってくれるわね、姉さん。はい、スカウトの話でしたね。まあガンディの街ね、入ってルーラー石を取っただけなんでね。あ、ルーラーのね、場所を設置しただけなんで、詳しく見てないですけど、家のね、右の方にね、もともと住んでた街があるんですけど、ちょっと不幸な事件があってね、兄弟が引き裂かれたっていう話なんですけど、はい、じゃあ無事ね、デュラーの倒したことで、周りの連中はね、去ってったと。っていう感じですね。はい、じゃあ以上ね、3連戦お疲れ様でした。ってことで、テリーをね、仲間にして、今、馬車にしたのかな？はい、この後ね、何するかぶっちゃけ覚えてないですけど、お、なんかストーリーが始まった。多分さっきルーラー使ったら不思議な力で書き消されたとか出てきそうです。あ、これあれだ、ヘルクラウド城が、降りてくんのかな？いつでも行けるようになったとかね。あ、そうだ、もともと幻の世界の城だったって言ってたんで、この後多分幻の方に行けば、あーですね。ここちょっと行けなかったっていうか、そもそも行けなかったんで、穴が開いてたかどうか確認すらできなかったんで、これですね。だから下に行ってたんですね、この下から上がってきたって感じで、すごいですよね。毎回天空シリーズ456と全部天空城出てきてますからね。全く一緒の形ね。天空城とあとはマスタードラゴンみたいなセットですもんね。はい、じゃあ、ということでね、現れたんで、そこに行くと。で、テリーはもう仲間になったんですね。じゃあ、テリーのね、あ、まず出ましょうか。テリーのいいとこはね、まあ、皆さん、よく言われてることなんですけど、ドラゴン仲間にね、できるんですよね。ってことで、テリーと、はい、じゃあこの辺仲間に入れて、もうスムーズに覚えてますね。アークボルト行けばいいですね。アークボルトの牢屋に行くんですよね。どっちだったっけ、牢屋。はい、じゃあテリー先頭で、あれバトルとかなかったよね、確か。どこだ？どこだっけ？こっちか。こっちだね、上だね。多分出るんですよね。これ出て、ああ、覚えてるわ、ここ、ちくわみたいな柱がある、支柱があるとか言って。はい、じゃあこれ右の方かな？ここかな？右だった気がすんな。あ、ここしかも行ってなかったんだ。魔法の鍵の時にね、うろうろしなかったですもんね。はい、毒針かな？はい。ちょ、これだけ壊しとくか。メダル。まあまあ。まあまあって感じですね。プシ。さらに地下かな？あら、ここはそうでもないのか。なんか気になるけど、まあ、やめておきましょう。目的はね、ただ一つ。奴を仲間にすることですね。こっちだったっけ？あ、多分ここだな。なんか右側だったっていうのは若干覚えてるんですけどね。はい。というわけで、いましたね。待っていたお前、青い人間。打ち負かしたお前、ついていく。負けた者の運命。どうするモビケン。こいつ仲間にするのか。はい。私、お前のために戦う。よし。これがね、いいんですよ。ドランゴが非常に優秀。ドラゴンの悟りもね、確かあったし。ってわけで、ドランゴを先頭にしましょう。ドランゴ発散主人公にしましょう。はい、もう。
しかし馬車はいっぱいだ。あ、ルイダン酒場行ったんだ。もうピエールはちょっとね、もういらないかな。うん、ちょっと今後パンパンになっちゃうんで、じゃあ、どこがいいかな。ルイダン酒場って確かあのダーマ神殿ありましたよね。じゃあルイーダの酒場に。ここモンスター牧場って確かないんですよね、あのモンスター系の。確かこの下の左の方がルイーダじゃなかったっけ、別のあれか。どこだろうルイーダ、こっちかな、こっちじゃないか。ルイーダの酒場ここかな。あ、本当だ、あった。はい、じゃあここですね。初めて行きますね。預けに来た。バーバラ預けるか。使ってないんでね。バーバラを、その前に預ける前に、道具を回収しときましょう、しっかりね。じゃあ、この後は、渡す袋にしておきましょうかね。アモスも、まあ、いらないか。アモスこそ一回も使ったやつね。これこそ主人公にさっき持たしとくべきでしたね。教えた。こっちだ。ライバの鎧も、袋入れておきましょう。ねえ、ライバの鎧いらないんで売ろうかなと思ったんですけど、セレネルはもうさすがにね、レベル的にはもういらなくなったか。じゃあ、これも袋に入れておきましょう。はい、じゃあ今だいたい3分の2ぐらい終わった感じかな。ダークドレアムじゃない。あそこまで。ディスタムーアか。ディスタムーアまではだいたいそんなもんかな。じゃあ預けましょう。あ、話してたっけ、預けに来たか。はい、じゃあ、でもこいつのレベル上げは結構便利だったんですよね。遊び人、誰か遊び人覚えさせないといけないですね。あ、アモスも一応便利っちゃ便利か。はい、じゃあ、迎えに来た。はい、ドランゴと、こいつはね、使いますね。はい、じゃあ、これで行きましょうかね。あと、テリーは、テリーの就職ですね。テリーと、あと、ドランゴの就職。ドランゴの就職しましょう。テリーもすでにバトマスターなってたっけ？確か、なってたんですね。そうですね、バトルマスターなってますね。ぶっちゃけバトルマスターよりもあっちをさせたいんで、スーパースターにさせたいんで踊り子させましょう。かっこよさでね、あれさせたいんですよね、1位に。おしゃれなやつで。テリー結構ね、なるし、いいね、防具。プラチナ系装備できるんで。ドワンゴ。はい、じゃあこいつも、なんだっけ、もう鳴ってた。ドラゴン鳴ってる。すごいな。ドラゴン。ね、鳴ってますね、もうね。すげえな。これね、息系覚えるんでね、すごい助かるんですよ。はい、というわけで、並び返してね。早速行きましょうかね。あとも仲間になるやつは多分いないと思うんで、並び替えで、こいつ戦闘で、ハッサンで主人公、どっちにしようかなっていう話ですよね。ミレイユか MP 考えたらシャムロかな。 HP 高いし、なんか使ったっけ、そんなに種かなんか使ったんですかね。じゃあ呪文で、ルーラで、クリアベル。じゃあクリアベルの確かね、右側だったと思うんで、記憶では、ね、ここの右側確かね、そうそう、ベッド取った後行けるようになるんだ。
こっちだったと思うんですよね。あれ違うか。こっちはなかったっけ。ね、ぽっかり空いてるとこっすよね。ここか。ここ行けばいい。あ、ここ行けないか。あ、あったあった。じゃあここから、ここだ。ここまで行って、で、あと絨毯か。絨毯こっちの世界でも確か。マジで？広げらんないか。場所悪かっただけかな。よしよしよし。そうですね。ここしか行けないですよね。はい、ということで、到着でーす。ここが天空城。ゼニスの城でしたっけ？口吉屋って。はい、じゃあクラウド城、あ、クラウド城なんだ。クラウド城へようこそ。あ、ここは夢の世界を多分、ね、ゼニス王。王様の名前なんですね。これあなた方見覚えはありますか？やはり。そうですね。魂の時ありましたね、こいつね。はい、じゃあゼニス王に会いに行きましょう。クラウド城。天空城の名前変わってクラウド城ですね。はい、じゃあ、しずくね、ゲット。まあね、スーパーライトでしずくね、毎回のようにゲットできるんですけど、なんかもう見慣れたアイテムになってますけど、そんなことはなくて。あ、ていうか、ドランゴが、あれだ、装備。装備なんかさせないとね、この辺なんか買い与えて、やったらいいですね。ケリーの雷鳴の剣とかね、できないか。雷鳴の剣誰ができんじゃない装備。ああ、やっぱ下がるか。チャムロができんだ。ちょっとテリー使わないんで、テリーの代名詞みたいな剣なんですけどね。はい、じゃあ、なぜかチャムロがね。ドラゴンメールとか絶対できますよね、装備で。よし。はい、じゃあテリーの装備をね、そのまま渡しちゃいましょう。こいつは優秀なの。あ、プラチナヘッド最初から、あれなんだ。あ、間違えた。ちゃっちゃっとしちゃった。毒割りとかまあいらないんで、袋を送りましょう。ね、最初からステータス高いっすもんね。さすがモンスター。で、あと、プラチナメイル。これも上がりますね。精霊の鎧。さすがにこれはできないか。刃。刃は微妙ですね。あとなんかできるかな、装備。ピンクパール。ピンクパールってなんだろう。何が上がるんだっけ。ドラゴンベールいらないっすね。これは後で売りましょう。あとは、なんか装備できるかな。まあ徐々にやる感じですね。剣とかが足りないんで、もうお金はね、割といっぱいあるんで、買い与えましょうか。まずここのストーリー、終わらせましょう。ボスとか特にないんで、王様に行きましょうかね。ここは回復がないか。ねえ、あんだけ、クラウド城は、モンスターだらけだったんですけど、ここはね、平和そのものですね。あれで僕どうしたんだろう、人間になれたんだ。ゼニス様の城だよってことで、特にないっすね。はい。じゃあもうさっさと行きましょうか。あー、あったー、卵だ。ちょっと話してみたい。これが割れた時がエンディングかな。はい、俺は王様から預かりしたこの卵を世話してんだっていうことで、あれ4だったっけ？開いた瞬間終わるのって。6だったっけ？ 6 だった気もするな。なんかエンディングでね、パーっと。この人おしゃれっすね。下の世界の人ね、どんな？あ、見えなかったですね。あ、ここ。ここが、なんか、怪しいな。全票の許しがなければ。ここ、確か、あれじゃなかったっけ？ダブルゲーム倒した後に、そっから、なんか、魔界みたいなとこ入るんじゃなかったっけ？あそこの卵と、そこの二つがポイントかな？はい、あとは知ってるペガサス、また飛べるペガサス、そうだ。あったね。はい。ちなみになんですけど、ミレイユって石合体してないですよね。主人公とハッサンは合体したじゃないですか。石見つけて自分と。ミレイユは、あったっけ？エンディングで出たっけ？なんか今ふと思い出した。
ペガサスの話で、ね、よくぞ来た、無限我が名はゼニス、この夢の世界を束ねるの、あ、そうなんだ、上の世界束ねてる人ってこの人なんだ、よくぞこのクラウド城を封印から回復してくれた、礼を言うぞ、さてわしはここにいて世界の全てを知ることができる、おー、ないみたいですね、あなたたちがここへ来た理由もな、もうすでに聞いておるであろう、デスタムーアの名を、かの者こそ全ての元凶、世界の全てを闇の底に沈めようとする邪悪な存在、その力はとてつもなく強大だ、しかし付け入る隙が全くないわけではない、よし聞いとこう、その証拠にデスタムーアは自分を脅かす恐れのある4つの伝説を封印した、人の持つ様々な能力を拡大させ、やがては勇者を生むかもしれぬダーマ神殿。ああ、なるほどね。だから、4つを封印した1つが、優れた武器や防具などを与えるメダル王。いいね。魔法のカルペロン。そしてこのクラウド城。それを封印したんだ。世界に輝く、その鍵とは、この世界に輝く翼を持ち、雨かける天馬、ペガサスのこと。ペガサスには様々な世界の、入り口の結界を打ち破る力があった。だが大魔王によってその力は奪われた。良いかもんけんよ。この死の井戸から、ああ、そっか、そこか。ラスボスとかじゃ、裏ボスとかじゃなくて、普通にこの次はそこなんですね。さすればこの足が再びペガサスにその力を授けよう。はい、じゃあ井戸行けと。はい、じゃあその前にね、防具とかね、このドラゴンにね、ちょっと武器をね、炎の剣でいいかなと思うんですけど、この後多分ね、バトルっていうか、フィールド行っちゃうんで、買ってから行きましょうかね。あ、っていうかあれか、伝説、あ、売っちゃったかな。炎の剣2本買って、1本、主人公がね、伝説の剣を装備したんで、いらなくなったっていうことで、多分ね、あれしたんですよね。ということで袋入ってないかな、売った気もせんこともないけどな売った気がするけど、そんなないか。じゃ あ道具売ったりしてね。じゃあこの後武器を買って、じゃあ、ボスバトルに向かう途中でね、向かう途中でね、また撮影ね再開して、次はね、ペガサスを解放するというような、天空の塔だったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、ダンジョン、クリアして、その後ね、闇の世界に、魔王の世界に、行きたいと思います。はい、じゃあね、今回の動画ではね、ボス3連戦と、あとはね、このドランコゲットということですね。はい、楽しかったですね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。